どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、ANA の国際線の減額イルキャンペーンも来ましたね。えー、本日はこちらをえ解説していきたいなと思うんですけども、2020年のね、登場部は1月です。今12月なんで、本当にもう来年ですよね。いやー。 2019年終わりますね早いですね <laughs>、えー、では見ていきたいと思います。えーまあ、こちらね、まあ、先日出した特ビマイルキャンペーンみたいなものでちょっと期間は長いんですけども必要マイル数が少ない、えー、マイルで、まあ、国際線乗れるということでしかも、ねまあ、ANA の場合は、まあ、片道で、ねえー、国際線発見できませんので、えー、基本的にはまあ往復になりますので。まあ この表示された、ね、マイル数だけで、まあ、往復することができます。まあ、見ていきましょう。で、まずね、予約期間ね、10日からもう始まっております。来年の1月5日までということで、登場期間が1月の6日から1月の31日ですね。まあ、全てね、行きも帰りもこの区間であれば、まあ、このキャンペーン対象という感じで、 まああの、こちらね、インターネットのキャンペーンなんで、毎回言わせていただいておりますけれども、ANA のキャンペーンはね、こういう減額イル系は、まあ全てね、あの、インターネット、もしくは携帯のアプリでね、発見、予約から発見までが必要となります。期間内に予約を作成しても、期間外に発見した場合は、キャンペーン適用できませんということなんで、まあそちらもね、気をつけてください。で、あの、予約を進めておくとね、こんな感じで、あの、 キャンンペーン特典みたいな感じで出ますんで、まあ、こちら確実に出るのをね、えー、見てから予約完了ねしてくださいねであとデスクに電話したり、ね、すると普通のマイル数が取られてしまいますんでまあいないと思いますけどもねまあ中にはいるのかなうん、まあ、そこだけ気をつけていただきたいなと思いますで、えー、エコノミークラスのね対象路線ここにバンと出しておきますけども、えー、ロスサンノゼシアトル、えー、デュキセンブルクブリュッセルジャカルタヤンゴンムンバイデリーブノンベン あと、えー、ウィーン、ジャカルタ。まあ、こちらね、えー、エコノミークラスで、大、え、体、ーえー、いいね、完全後半から4000マイルぐらいが下がっているっていう感じですね。まあ、エコノミークラスの場合は。ですが、まあ、今回ね、このエコノミークラスだけ、ディクセンブルク、ブリュッセル、あとシアトルか、あとウィーンは、えー、エコノミークラスのみ、えー、ビジネスクラス、この後紹介するんですけども、えー、エコノミークラスはまあ、ここだけなんで、本来ね、使用マイル数よりまあ、下がった。 やはりで今回は、えー、成田と羽田羽田の場合はウィーンかジャカルタエコノミークラスは、まあ、その2択っていう感じですねその他ねさ、えー、ロスサンノゼシアトルデュキセンドルクブリュッセルジャカルタヤンゴ・ムンバイデリーブノンペンは、まあ、全て成田発ということで、まあ、成田まで行かなくてはなりますまあ少ないマイルでね、まあ、行くことができます 特典航空券の、ねえー、場合は、えー、ANA は、ねえー、ちょっと前からエコノミークラスの、ね、座席指定を有料に変えたんですよね、上級会員以外は。ですが、この特典航空券の場合は、ねえー今,えー、今まで通りね、あり座席指定無料となっておりますので、まあ、この点もおすすめとなっております。で 注目はね、やはりビジネスクラスですよね。まあ、あの、一応ビジネスクラスで、ええー、まあ、NA マイルをね、貯めている方、まあ、目標の一つにしている方もね、多いと思いますんで、ビジネスクラス登場っていうね、私もね、初めてニューヨークの、えー、ビジネスクラスに乗った時はね、まあ、それを目標に NA マイル貯めておりましたんで、対象路線にあればね、えー、ぜひこの機会利用していただければ、えー、ちょっとね、少ないマイルで利用することができます。で、全体的には、ええー、6000マイルぐらい。 えー、7500マ,マイルぐらいが、まあ、ちょっと、ね、少ないマイルで今回ビジネスクラスが乗れるということですね、えー、成田対象がロスサンノゼジャカルタヤンゴムンバイデリーブノンペン、えー、今言ったやつがね、えー、成田発の、えー、ビジネスクラス対象路線ですね、えー、本来、えー、ロスサンノゼは7万5000マイルのところは6万7500マイルジャカルタヤンゴムンバイデリーブノンペンは5万5000マイルが えー、まあこれローシーズンになるのかな今はおそらくですけどもこのシーズンだとまあ4万9500マイルで、えー、ビジネスクラスね乗れますあとね羽田発だけジャカルタがありますでまああのビジネスクラスね狙う方、まあ、狙ってる方まあ目標にしてる方やはりねフルフラットシートを乗りたいですよねうん 私もあの、そうでしたんで。まあ、ニューヨーク路線はね、もう私があの、前で食べ始めた時はもうフルフラットシートだったんですけども、まあ、フルフラットシートじゃないとね、結構、あれですよね、せっかくのビジネスクラスなのにっていう感じがしますよね。で、一応調べました。 で、まあ、これね、まあ、公式サイト見ればね、まあ、あの、緻密な作業になるんですけども、まあ、わかりますんで、まあ、あの、自分で調べたいよっていう方はね、まあ、あの、公式サイトがね、予約画面からシートマップ見れますので、まあ、そちら見ていただけたらなと思うんですけども、まあ、ロスとサンノゼは、まあ、どの機材乗ろうがね、え、長久路線になりますので、こちらすべてね、ビジネスクラスは、え、フルフラットシートになっております。で、ジャカルタヤンゴムンバイ、デリー、ブノンペンだけ、えー、ちょっと違うんですよね。 えっと、まずジャカルタジャカルタはですね。<laughs> ana 特典で探すと機材機材にですね。788と789が出てくるんですけども。788はフルフラットシートではありません。で、789っていう機材はフルフラット。 となっております。で、次にヤンゴ。ヤンゴはすべて763便ということで、今回のキャンペーン路線ではフルフラットシートなしっていう感じですね。で、次にムンバイ。ムンバイは789っていう機材なんですけども、こちらすべてフルフラットシートとなっております。で、次にデリーですね。デリーもフルフラットシートになっております。 で、えー、プロンペン。プロンペンは788ということで、残念ながらプロンペンはフルフラットシートではありません。っていうことなんで、まああの、もしね、利用されたい方で、まあフルフラットシートをね、狙いたい方はね、えー、ぜひ、あの、そうですね、ジャカルタの789、えー、ムンバイ789、あとデリー路線ですね。この三つを、えー、この3つと、えー ロサンゼルスサンドゼンもしくはえ、ジャカルタの789路線、えー、789機材ですね。まあ、そちらを、まあ、あの、利用していただければ晴れて。 <laughs> ビジネスクラス登場で、えー、フルフラットシートでね現地まで行けますけどもやはりね、まああのー、一番おすすめとしてはやはり長距離路線がね、えー、いいですよね、まあ、6万7500マイルっていうね本来7万5000マイルかかるところが、まあ、6万7500マイルでロサンゼルス3、サノゼこちらがビジネスクラスで行けるというわけなんでしかもこちらもちろん、ね、往復ですからね。うん まあビジネスクラスで行くとね、まあこれも結構前が行ってるかもしれないですけども、あの飛行機乗るのもね、楽しみになりますんで、あ、これから長距離フライとかみたいな感じでちょっとね、落ち込んだりしませんし、まあビジネスクラスでね、登場すると、まあステータス関係なくね、え、えー、日本では ANA ラウンジ利用できますし、まああの、このロスサンノまあ、 まあどこでもそうなんですけども向こうの現地ではねまあ指定ラウンジっていうあの ANA が提携しているラウンジまあ ANA ラウンジがねえ海外にはホノルル以外ないのでまあ提携したラウンジがねあの利用できますまあ基本的にシャワーアルコール食事ですか w i f i とかねそういう設備もべて。 基本的には整っていくとこばっかりなんで、まあ、そういう意味ではね、えー、あの飛行機乗るのもね、えー、楽しみの一つの旅行になるのではないのかなと思います。まあ、期間がね、1月の6日から、まあ、1月の31日ということで、まあ、東南アジア以外は基本的に冬、まあ、冬はまあ、寒いですよね。まあ、アメリカもロスとかどうなんですかね。少し暖かいのかな。でも、1月ですからね、ある程度は寒いと思いますので、まあ、この、 換算期シーズンだからまあこういうのやってるんじゃないのかなと思うんですけども分からない部分ではありますけどもまあぜひねえマイルがある方狙ってみてはいかがでしょうかまあ基本的にね ANA マイルをねせっかく貯めているのであればまあビジネスクラスをね乗ってほしいっていうのはまあ個人的意見なんでまああのまあエコノミークラスはもちろんねあのこういう減額マイルとかでね乗るとまあ1マイルの価値っていうのはすごい まあ、ある程度上がるんですけども、まあ、ビジネスクラス、まあ、ロスとかサンま税、あ、その他のところも、まあ、ある程度ね高くなりますで特にねロス3の税とかだと多分片道3 4 0ぐらいはするんじゃないのかなと思います現金で取るとね、えー、それはねマイレージで取ると6万7500マイルプラス、まあ、空港の使用税でねい、まあ、けちゃいますので、まあ、そういう意味ではおすすめとなっております 今回の動画は、ねまあ、こんな感じで終わりたいと思います。で、まあこの、えー、予約ね、もう始まっておりますので、えー、もしね、えー、予定がわかる方は、できるだけ早くね、えー、路線確保して、あの座席ね、確保してくださいね。今、ちゃちゃっと見た感じだと、まだね、ちらほらあるんですけども、まあ、これもね、徐々にの、えー、なくなっていくと思いますんで、早めの行動をね、あのおすすめします。せっかく。 えー、けるのであればね、えー、早めに座席確保していただいて、できればビジネスクラスでね、行っていただければなと思います。えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた、今回は ANA のね、減額マイルキャンペーン国際線、えー、紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。